今からですね、この間、昭和の森キャンプ場に行った時にちょっと、一度だけちょっとテント内で紹介したですね、LED のテントライトですねを紹介したと思います。Amazon でですね値段は830円ですね。で、じゃあの、まあ、カラビナに近い、まあ、ちょっとカラビナっぽくはないですけど、まあ、こんな感じのアイテムがついてますね。カラビナに変えてもいいと思います。100均とかでですね、ちょっとこれ外れやすくなっているんでですね、で、商品名がですね、AYWSLED ランタンですね。一応電池がですね、まあ、こんな感じで、単4電池がですね、1、2、3個ですね、3個つけるような形になっています。3個ですね、単4電池3個で、だいたい、24時間持つらしいです。連続点灯時間24時間。でこれがちょっとハイなのかどうなのかがちょっと説明が書いてないんでわかんないんですけど、24時間らしいですね。ここにですね、DC って書いてあってですね、アダプターをつけられるらしいんですけど、アダプターがちょっと付属してなかったんですよね。でこれがちょっと説明書にもなくてですね、ちょっと分かりません。中国製なものだからですね、このですね赤いボタンがスイッチになってます。これを押すとまず1段階、一番弱いですね、明かりです。2段階、3段階結構ですね明るいですね。これですね、ちょっと、まあ、分かりにくいと思うんでですね、一回電気を消してつけてみたいと思います。それでは明かりをつけていきます。1段階、2段階、これ3段階ですね。結構明るいです。結構明るいですね。結構照らしてますね、周りに。まあ、吊り下げ式で、このぐらい照らしてもらえばだいぶ周りも見やすいと思います。で少しですね、下に下げて、まあ、このぐらいで明かりをちょっと低めにですね置いてみると、まあ、より、まあ、全体的に照らして、まあ、ソロキャンプで撮影する時なんかは、まあ、これと、まあ、もう一つ、まあ、あれば十分、まあ、これだけでも十分明るいですけどね、撮影できると思います。 Amazon でですね検索したら、出てくると思うんで、値段はですね、830円です。まあ、送料はまた別だと思いますけど、まあ、値段が値段なんで、まあまあ、自信を持っておすすめできないですけど、まあ、興味がある方は、まあ、買ってみてください。こうなんかこう上から吊り上げる感じで、自分は結構気に入ってるんですけどね、形はですね、